大震災と朝鮮人虐殺。史実の目殺は許されない。負の歴史から目を背けるようなことがあってはならない。関東大震災から100年の節目にあっても、朝鮮人らが虐殺された問題に、政府、東京都は正面から向き合おうとしていない。松野博一 官房長官は先月末の定例記者会見で政府内に事実関係を把握することのできる記録は見当たらないと述べ改めて調査する考えのないことを示した小池百合子都知事は議会で何が明白な事実かについては歴史家が紐解くものだと答弁してきた 虐殺・犠牲者らを慰霊する民間団体主催の式典には今年も追悼文を送らなかっただが虐殺の事実を示す文書は数多くある政府の中央防災会議の専門調査会が2009年に公表した報告書は朝鮮人が毒薬を井戸に投じた などの流言をきっかけに虐殺が起きたと認めている根拠は加害者が起訴されたケースを当時の司法省がまとめた報告書などだ住民だけではなく軍や警察が殺害に関与したことも別の公文書から確認された流言を政府自身が広めたことを示す資料も防衛省 防衛研究所に残る当時の内務省警報局長が各地方長官に宛て爆弾を所持し石油を注ぎで放火するものありと朝鮮人の取り締まり強化を指示する文書を送っていた個々の文書で全容を把握するのは容易なことではないとしても 虐殺があったこと自体は疑いいようもない事実の認定を曖昧にするような発言は歴史を歪めかねない近年虐殺そのものを否定するような言説も目立つインターネット空間には偽情報や在日外国人へのヘイトスピーチが飛び交う政府や政治からの歴史に対する 不誠実なな態度は、こうしした風潮を助長しかねない。虐殺問題を研究する田中雅俊専修大教授は「民主主義を掲げる国であれば人権や生命を何よりも尊重すべきで過去に向き合うことを避けてはならない」と話す「大災害による混乱のさなかであろうとも」 差別や偏見に基づく人権侵害を繰り返してはならない。研究者や市民が集めた証言も加え、調査を尽くせば虐殺の実情に近づくことは可能なはずだ。事実の黙殺は歴史への冒涜である。